写真拡大。西武は10日、所沢市内の球団事務所で契約更改交渉を行い、この日は8選手と来季の契約について合意した。2017年ドラ1左腕の斉藤大勝投手は200万ダウンの年俸1400万円でサイン。2年目の本季はわずか9登板に終わり、防御率 6.75 と苦しいシーズンを送った斉藤大は、今オフに動作解析などを行うシアトルのドライブラインベースボールでトレーニングを積んだ。自分の中で得られるものがあったと、勝負の3年目へ前を向いた。年俸1000万円で育成選手として再契約を結んだ高橋智樹投手は、待ってくれている球団には感謝しかないと話し、来年こそ完全復活を誓った。金額はいずれも推定。この日契約を公開した西武の選手は以下の通り。当の青井投手400万円、400万円中熊太一捕手400万円、400万円高木渉外野手470万円、520万円中塚俊太投手930万円、710万円斉藤大勝投手1600万円、1400万円国場翼投手540万円、790万円藤田恒成投手500万円、500万円高橋智樹投手2000万円、1000万円安藤かなみ